はい、皆様、こんにちは、こんばんは。ヒロです。これね、やるつもりなかったんですけど、今日は箱がありますね。またですよ、また。で、あの、今回は、あの、全くですね、開封の業をやるつもりはなかったんですが、来たのがね、この箱で来たので、これはちょっとやっぱりせっかくだからやらなきゃなと思ったので、やることにしました。はい、ということで、今日ね、結構綺麗な箱なんですよね。 あのー、はいすごい綺麗な箱で来てますので早速開けていきたいと思いますいいですよねもうこれ箱だけでなんかちょっとリッチな気持ちになりませんかこんギブさんっていうねこれをねあ、うんしょ これをお店で受け取って、持ち歩いているときは、何かね、こう。みんな、皆さんの目線を。<laughs> ギターセントの中、歩いているときに、皆さんの目線をすごく感じました。<laughs> はい、じゃ、早速ね、型ネフあるので、開けていきたいと思います。はい、そうです、開封の儀ですね。ただし、今日はギブソンボックス。の。開封の儀です。なんのこっちゃって感じですけど。 私もね、ねちょっと中身が、ね、分からないんですよ、ね、いや今回これをなんでこんなに開封の木ばっかりするかっていうとまた細かいところは、ね、別の動画でちょっと話を上げようと思うんですけど、まあ、ちょっと訳があってですねなかなかこういいものが欲しかったものが最近ちょっとねアメリカ出始めたんですよねギターが。なのでこもギターって言っちゃいましたね、まあていうかこの箱でったギ,ギターがないんですよね、うん、あれどうやって開けんだろう どうやって開けるのかなよいしょちょっと箱が開けにくいあ開いたいた,いたまさにですねこのギブソンボックスでくるっていうのはすごくいいですよねうんこの箱はなんか箱があるだけでちょっと <laughs> なんかちょっと高級な気持ちになりますよねよいしょよいしょっとまあギブソンが 近いところにあるのでね本家の工場がね。はい、ということで、えー、っと今日はおお今日はそうなんですよ開封の儀でありながらテーブルがあるじゃないですかテーブおっとっとっと,っと開封の儀があってテーブルがあるっていうことは当然、ね、出てくるものにはよいしょはいこうですね見えますかねはいえー、っとよいしょ当然こうケース。 ケース入ってんですね。今回のケース付きです。早速出してみましょう。ケース付きです。でかなりですね。年季が入ったあれですね。ケースですね。というのがこれお店の情報をちょっとね。とりあえず信じて買ってみたんですけども。20世紀のギターだそうです。<laughs> ちょっといわゆるヴィンテージですね。ヴィンテージだそうです。 なので、えー、っと箱も結構年季入ってますよね。うんまあ、開けていきましょうか。ヴィンテージって書いてますもんね。うん、開けてみたいと思います。開きますよ。まあ、このね、ケースの形から何かって言うんだいたい想像はつきますよね。あ、これか想像つきますよね。だからケースもちょっともうボロボロになってますよね。よいしょさああ、ケース壊れてんだ。 こわあ。ヴィンテージヴィ <laughs> ンテージだな。これうおヴィンテージじゃない？ヴィンテージが来ましたね。多分私初のヴィンテージじゃないですかね。これあそうか。前前買った5。あのバーニーのゴールドトップ。あれもヴィンテージでしたけど、まあこれ以上引っ張らずにさっさと、ね、出せということなんですが、はい、これですね。よいしょちょっとせっかくならあれですかね？<laughs> あの向きを変えましょうか向きをね変えたいと思いますおいしょはいで開けますよでは、えー、これですちょっと蓋がねもう壊れているのでこれちょっとあれなんですけどはい、えー、中身はあとと,と取れてるじゃんあ取れるんだ壊れて完全に壊れてますねおしょおしょ中身はこれですちょっと押さえながらいきますはいヴィンテージだそうです。 いやそのこの古い感じがもうヴィンテージですよね、この,このなんか古い、ね、感じが、はい、レスポールヴィンテージです。で、かつ、あ結構綺麗じゃない、コンディションはそのこういうところはね、ボロ,ボロ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 になっているっていうのはもう最初の情報で分かってるんですけど、いいですね、わあなんかこのピックアップの,この茶色い感じがすごく古さを感じますね。はい、でギブソンとというと バーニーです。あーバーニー、またバーニー買ったのハニーバースト、こんなで買ったじゃんってとこなんですけど、日本製のバーニーです。ちょっとね、日本製かどうかこれ、あの見てみましょうかね。ちょっとお待ちくださいね。はい、えー、ではね、ドライバーを持ってきまして、このヘッドのところを簡単に見てみましょう。えっ、ー、と、すでにね、まあ、シリアルナンバーがなくて、ああもうこれは間違いねえな。<laughs> あの おっとっととと、わあ、もう結構ねギターガンガンぶつけるんですよね。えっと裏がね本当にギブソンのコピーをしたようなこのなんて言いますか、スリーピースの耳付きのヘッドですね、耳付きのヘッドになってまして、でそのそれからここのねえっとトラスロットカバーがいわゆる二点止めですね。はい、なので早速ね開けてみましょう。ここを開けると。 分かるんですよね、日本製なのか大陸製なのかっていうことで開けてみたいと思いますよいしょこれねだま騙されるっちゅうかがっかりするのかなどうなんだろうでもここがなくなりそうだな間違いなく日本製ですねよかった一応ね日本製とは書いてなかったんですけど買う時のその情報としてねただ ヴィンテージ、90年代ヴィンテージっていう書き方がされてたのであと細かいこのわ傷いっぱいあるなのヘッドのこのトラスロッドカバーのねこの釣り金型の2点止めとかですね、えー、その辺を見た時にああこれは日本製だろうなとはいということで えー、ここを見る限りもうほぼ99%日本製だと思います。こういう頭の飛び出し方をねこのトラスロートの出方このタイプは日本製ですねで。あとピックアップとかも一応ねあのすぐには弦変えたりとかしなきゃいけないのですぐにあれなんですできませんけどこの辺もおいおい折ってですねやあの見てみたいと確認してみたいと思いますがあーすごいな結構ヴィンテージ感ありますね。その なんて言いますか、えーと、バインディングのクリームのところがすごくキーバンでて色が変わっちゃっててこのヘッドの何ですかこのチューニングペグだったりとかすごくもう年季入ってますよね。ね年季入ってます。すごい。 これをしかも重たいちゃんと重たいですね。ヴィンテージーあ裏が裏があるなよいしょじゃあせっかくなので裏裏簡単なところで電気配線を見てみましょうというかカバーがねこれ合ってないんですよね多分ねなくしたんだと思いますなくしてなんか後付けで買って。 カバーをつけたんでしょうね全然形が合っておりませんで <laughs> 浮いちゃっててまあただ空いてるとやっぱり良くないからエピフォンかなんかその辺のケースあのカバーを買ってつけたんでしょうねそうかそういうことかいや一応ね楽器店の情報ではあのフェアーコンディションって書いてあっていわゆるそのプアーじゃないんだけどフェアーだっていうことでいろいろあ,あ,わあすごいな。 すごい。おいしすごいなんかレトロの配線。あのまあ、でもこれがレスポールチックですよね。はい、こんな配線になっております中ですね。おおすごいな。日本製ですね、はいで。一応ちょっとなくすんでこれね。これが本来の,あの形と全然合ってないんですけどまあこれは削って削って合わせ合わせればいいかな。はい まあそんな大したことじゃないのでねここは上手に削ってですね少し合うようにしたいなと思いますけどまあはいちょっと今日はあのアンプもピックも何もない状態で今日はね引き取ってきてばっかりなんですよなのであの本当に開封しただけの開封の儀なんですけど、えー、今日はこのバーニーのですねヴィンテージを買ってみたという動画でございます。 はい、ですのでもうねああ見た見たバーニーねはいはいっていうことで今日はもうここでね多分あのあのチャンネルをあの動画を止められる方も多いと思うんですけどはいということで、えー、今日は今日の開封の木はねちょっとヴィンテージでーこのこのなんか古さが逆にレリックじゃなくてこれ本当にこれね傷んでるんですよねこのエッジとかがねこれが逆になんかいい感じを出しておりますすごく渋い感じのちょっと重たいですね渋い感じの <laughs> えーとバーニーヴィンテージが手に入りました。ということで今日は、えーとね、これここに何かあるのかな何もない何も入ってないなこのケースの年季といいすごいなんですよこの色色色がねよいしょちょっとねデスポーラ倒れたら一発で折れますからねもうすごく中がですねちょっとボロい感じ年季を感じさせるようななんかいろんな錆とかが出て色がついちゃったような。 感じなので、ケースはね新しく買い直そうと思いますがいしょ一応ねこれで日本製ということがはっきり分かったので嬉しいですはい、えー、すねなのでまた、えー、いいのが手に入ったので他のギターを少し断捨離して手放そうかなと思っておりますでねこれちなみにねこういうネジとかってこれ合わないなよいしょ ないなこれネジとかってよくねネジ穴があのバカになっててネジが止まらないっていうこれ,これが一つのその例なんですけどそういう場合はですねこれは一回ネジ山を埋めてウッドフィラーでもいいですしあと、まあ、まあそうですねこれやったらウッドフィラーで簡単に埋めてで同じところにもう一回穴を開け直せば簡単にネジが止まるようになりますのでこういった感じの修復はね非常に簡単にできると思います。はい であとは音を出さないとなんとも見えないんですけども、えー、まあ電気的トラブルがないことを祈ってこのヴィンテージをねちょっと、えー、そのうち次回ですね次回 <laughs> 次回音出しをやってみたいと思います。はいということで今日はこのバーニージャパビンをジャパビンでいいのかなジャパビンっていう言葉僕ね僕自身があんまりついい言葉じゃないって言ってたんですけど、まあ、あのいわゆるヴィンテージ品ですねちょっと古めのギターをバーニーものを買わせていただきました。 はい、えー、最後まで見ていただきどうもありがとうございます、えー、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いしますそれから各種 SNS もやっておりますのであのまあ今の時期はちょっといろいろねなんかあの土地事だなんだっていろいろあってあの後の名残がいろいろあるのは事実なんですけどもまあ,あのまあ、音楽とはあんまり関係ないことを楽しくやっておりますのでもしよろしければまた見てくださいありがとうございましたひろでしたバイバイ。